キチャンネル。ジョッ。さあ月曜日総チェックということでね、オールスターもう終わってですね、後半戦、まあ後半戦って言ってももうすぐ100試合になるんで、あとまあ50試合ぐらいだから約あと3分の1っていう試合に残ったんでね、後半戦って言ってももうあとラストスパートっていうところですけども、オールスターの休みでね、しっかり仕事もせず休んでですね、試合も見なかった、よかったですね。しかもその時に合わせて、コロナワクチン3回目を接種しに大手町の自衛隊の、ところに行ったら、4回5回目の人が 98% ぐらいって、3回目の人 2% ぐらいでした。きっちりですね、火曜日の朝にワクチン打ったら水曜日熱が出まして、でも1日で副作用も終わってですね、今もうすぐ抗体バリバリになるんでね、今かなりねまた全国的に増えてきてますけどもですね、重症化するかどうかはもう本当ね、くじ引き次第っていうところもあるんでね、佐々木血中酸素濃度 85% まで下がりましたけどもね、苦しかったです、ね、皆さん、まあ、何をしてるわけでもないですけど、皆さんも気をつけてると思いますけども、気をつけてくださいね。どうせ症状軽いんでしょって思ってたら、当たり引いたら重くなりますからね、気をつけて。はい、ということで総チェックね。そうそう、コロナで言ったら巨人 DeNA 戦がコロナで中止になってどうなんやっていうねところが、ちょっと引きすぎやろっていうところですけども、いや他のチームもね、無理ですって言いやよかったのよ、できますって言うからあれだったけど、無理で、あとちょっともうそもそも内野3人しかいないからね、人もいなさすぎるしね、でしかも期間空けてんだからいけるやろっていう人いるんですけど、いや空けたからって言ってどこまで全力でできるかどうか、俺結構開けても1週間ぐらい20メーターぐらい歩いただけで息切れめっちゃしてたからね、だからそういったところで、ね、症状なかったやろみたいな、なかったって言ってもどこまでが症状あったのかなかったかにもよるしね、熱も出てないとかね、若干あれ動いたら息苦しさあるっていうところもねあるんで、まあこれは仕方ないかなっていうね、一番の問題はね、そもそも最初からちゃんと明確な基準を作ってない NPB が一番の問題なんだよ、ね、こうなったらこうとかこうなったらこうとかね、言ってよ、で俺はだから言ったじゃん一番最初ね、全チーム休めばいいんちゃう、どうせオールスターもあるから10日間ぐらいみたいなね言ったけども、それも暴論じゃなかったでしょね、というところでね、明日からやんのかな、そもそも巨人ね、そこら辺どうなるんでしょうね、もうね、よくよく分かんないんで佐々木は知りませんね、一番問題なのはちゃんとね試合をするしないね、どうなったらするどうなったらしない、移動を含んだらしないのか、移動を含まなかったりするのか、何時間前に試合を中止にするっていう判断をするのか、正直ギリギリまで遅すぎるね。今佐々木が一番懸念してるのはハリーポッターのミュージカル的な劇場のイベント、なんとですね、発売早々に、佐々木ある曜日日にちのチケットを持ってます、でももう開始5分前にコロナで中止、もう数回見てドキドキしてますね。まあ、野球もそうですよ、まあ、仕方ないんだけどね、まあ、俺の佐々木チャンネルもねイベントも中止になってね、申し訳ない気持ちもあるけどね、やっぱりこのねやる方からするとね、やっぱりちょっとギリギリまで探ってやりたいっていう思いもあるしね、見に行く側としたらね早めに言ってくれないと、近場に住んでる人はいいよと、航空チケットね、新幹線電車代ね安くもないよ、買ってる宿泊も買ってるね、そんな無駄な金使ってしまうじゃんっていうね、早めに言ってくれないとキャンセル料もいいんだよみたいなっていうところのね苦労もあると思いますけども、佐々木が今個人的に一番懸念してるのはハリーポッターとダイナソー、恐竜の舞台、発売早々にチケットを買ってるお父さん、いい仕事してるでしょね、それが本当に開演されるのかどうか気になりますね、何の話を無駄に5分してんねやっていうね、ただでさえお前総チェック長いのにお前編集のことも考えろっていうねところもありますけどもね、ちょっと独り言を喋っていました。さあ行きましょう総チェックね、まずは、パリーグから、楽天対日本ハム、29日1対2で日本ハム、30日7対0で楽天、31日10対5で楽天というところで、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、29日ね、2対1で日本ハムの勝利っていうところで、楽天先発ね、滝中、7回78球6安打4三振無四球1デッドボール2失点だけど自責ゼロとね、まあ、これは攻められないね、
あとフォームね変えたよねっていう、この前の北九から、いやなんか違和感あるなと思って見たら、今までセットだったよねずっと。でそれがノーワインドアップになって、若干足上げた時のこの手の位置とか変わってるよね。そこら辺がなんかスムーズになってるんちゃうかっていう、気のせいなのかどうなのかっていうのはあるけど、俺ずっと見てるから、いやなんか違和感あるなと思って見てたけど、若干そこのフォームが変わったように見えて、この手だらーんと下ろしながらのこの脱力からの腕しっかり振るっていうところが、非常に現状で言うとフォームのバランスが非常に良くなってるんじゃないのかなと。あとまあ実績点ゼロだからね、それは攻められない。で2番も先発ポンセね、5回3分の2、100球2安打5三振2四球、1失点と、まあ、制球切れね、カットボール、カット、ナックルカーブ、チェンジアップ、ストレートと多彩にね、非常にストライクゾーン投げ込んでいくピッチ、ね、でまあ100球でね、すぐさま交代っていうところで、まあ、ここら辺は、まあ、ひょっとしたら中4日とか5日で回すのかなっていうところもあるけども、その後宮西ね、買いまたぎしながら、1回抑えて、で井口1回3分の1で北山3分の1からの9回ね、北浦と、3分の2と北山北浦でね、9回を分割して投げ切りね、しっかりできたっていうところで、まあ、日本ハムはねほぼチャンスなく、もう本当にねワンチャンを生かしたっていうところで、もう6回ね先頭中島がセンター前で、今川がねライト前ヒットで、ここでねライト武藤が、三塁悪送球っていうかね、走者に当たってねレフト側に転げていって、でそこでね1点入るっていうね、若干不運も重なったけども、でその後ねノーアウト2塁から佐藤センターフライ、ここはバッと進塁打打たなきゃ、最低でもね簡単にセンターフライ上げてる場合じゃない。でその後ね近藤がセンターに、ね、勝ち越しタイムリー打ったから良かったけどね、笑って済ませれる問題じゃないよっていうね。で僕はまあこの2点をね守り切ったっていうところでは非常に頑張ったなと。しかしよ、そのセンター前ヒットを打った後に万波も、ライト前ヒットに続いて、でワンアウト1、3塁でバッター清宮、ここでまさかのダブルスチール完行、そして2、6、2ホームタッチアウトね、ショート小深田ね非常に良かったね。だからあれがねダブルスチールを防ぐ一番いいやり方なのかなと。キャッチャーはねセカンドに投げて、で三塁ランナーが走ったのを見て小深田が前に突っ込んできて、で取ってホームに投げてアウトっていうのが、まあ、一番ね、で走らなかったらそのままタッチしに行くっていうね。まだこのファーストランナー万波のね走るのもちょっとゆっくりすぎたね。そういったところではちょっともうちょっとね真剣にやらないとバレちゃうかなっていうところはあるけども、守備側としたらねしっかりそれを踏まえてホームにしたっていうのはね、小深田ね、でその後清宮レフトフライというところで、ワンアウト一三塁でバッター清宮、清宮信頼信用ないのかなっていうね、ところが、伺いましたけどね、まあ、この次の1点取ったらもっと楽だったかなっていうね。で楽天もほぼチャンスなしっていうところで、まあ、3回裏にね2アウト二三塁から小深田がねタイムリーヒットを打って1点取ったけども、もうほぼほぼ全体的にチームも4安打だしね、まあ、チャンスなく、9回ね最大のビッグチャンスで、2アウト一二塁ね、最後2ボール2ストライクからねセンター前抜けるかっていうところをショート中島がねダイビングタッチでグラブトスっていうね、これ追いつかれたらひょっとしたら負けてたかも分かんないけども、中島のねグップレーで逃げ切り勝ちね。で30日7対0で楽天というところで、楽天ね田中マーク7回111球5安打7三振1四球無失点と、まあ重心低くてね体重乗って非常にフォームのバランスは良かったかなっていうね。でピンチの時にはねスーパーマークになって、そこでしっかりね腕も振れててバランス的にも非常に良かったかなっていう最近の中ではね。で2番も先発もね田中、5回88球6安打2三振3フォアボール1失球、1デッドボール3失点と、まあ、全体的に甘かったし高かったね。で楽天はね初回2アウトから浅村フォアボール、島内がねレフトにタイムリーヒットっていうところで、まあ、このね2アウトから点をね取ったっていうところでは非常にね出足もよく、で2回もね下位打線から2アウトからね隅田にフォアボールで、渡辺西川がね、ヒットを打って下位打線から上位のつながりっていうね、この、まあ、この試合っていうのはねこの楽天の今年の序盤の戦い方っていうのに非常に似てたかなと。1番ね、西川も4打数3安打2打点とね、チャンスを作りながら、小深田がね5打数2安打につなげて、浅村2打数2安打1打点1ホーマーで、島内が4打数1安打1打点とねしっかり中軸も返していく、で下位打線の隅田に渡辺もヒットを打って、ね、上位につなげていくっていうところでは非常にねこの開幕早々の楽天の戦い方っていうのができたんじゃないのかなと。で4回でもね、ノーアウト2塁から、ね、ここで、2塁ランナー西川ねバッター隅田にこれバントするんだけども、このバントはねそんな上手くなかったんだよね。ショーフライ上がって危ないなって思ったところで、ここでね隅田にナイスね、スタートを一瞬遅らせて
キャッチャーを前に出るのを出させなくするっていうね。でそこでキャッチャーも取りに行けなくて、清宮がファースト突っ込んでくるんだけど、まあ、ノーバンで取れなくてね、ワンバンで取るしかなかったっていうところでは、バントはねちょっと下手くそだったけども、その一瞬遅らせるっていうね、でキャッチャーの出るのをね邪魔するっていう、この高等テクニック走塁、ね、でそれでね清宮が処理してファーストを投げたところを見逃さずね、二塁ランナー西川が三塁へね進塁っていうところの走塁も、ね、でその後ね西川じゃなかった、セカンドランナー辰巳だって、その後西川センター前打ってたもん、西川セカンドランナーで西川センター前打ってたら、もうそれはもうあれ漫画、セカンドランナー辰巳だった、辰巳グッソーリーで西川がねセンター前タイムリー打って、下位からね上位につなげていくっていうね。で7回8回にもう玉吉のね、3点、辰巳がね、ヒットを打って、万波がね後逸して懲罰交代でも次の日は出しますよね、星野監督みたいな、感じで8回にもね、茂木がのセカンドゴロの間に1点と、まあ、効率よくね点を取ってマー君がしっかり投げるっていうね。もう日本ハムはねもう5安打打つ手なしです、はい。31日10対5で楽天というところで、まあ、楽天ね、先発、藤平ね全体的にちょっと球が高かったね。投球内容としては5回67球3安打2三振2四球3失点と、まあね、試合作ったように見えるけども、ちょっと全体的に球高かったなっていう、もうちょっと低く投げればもっと良くなるんじゃないのかっていうね。で日本ハム先発根本ね3回62球2安打5三振4四球1失点と、まあいいボールと悪いボールがはっきりしたなっていうところはね、だからフォアボール2個出して三振3つ取るみたいなね感じであったけども、まあ3回これはもう育成で交代なのかな。まあ、正直5回ぐらいはしっかり投げて大輝にもつなげてもらいたいっていう、プロ野球ニュースの、タオさんの意見にはめっちゃ賛成だったけども、スタジオにいた日本ハムの岩本さんと五十嵐がそれに対して賛同できず、なんか変めっちゃ変な雰囲気になってて、タオさんが電話越しで一人ぼっちにされるっていう、あの微妙な空気見てて面白かったです、もし里崎が五十嵐のところに座ってると、完全に2対1の状況で岩本さんが追い詰められるっていう状況になってただけに、タオさんとしてはバランスが悪かったですね。ね皆さんどう思いましたか、あれを見てね、はい、深くは語らないです、そういうことですよ、はい、ね、ということでね、そこからね交代してい、くことになるけども、まあ、初戦はね非常にいい形の投手リレーがはまったんだけども、この日はねその後玉井は良かったんだけども、井口宮西北浦望月とねリリーフがはまらずに、ここは投手リレー失敗っていうね、まあ、ベンチの策がはまったはまらなかったっていうところがね出たこの3連戦日本ハム的にはだったかなと。楽天はね初回小深田がねホームラン打っていい形で進むんだけども、まあ、3回の表にね中島のセーフティーバンドからね、始まって、フォアボールも重んで、清宮で近藤犠牲フライと、ここねしっかり3点取って、まあ、このまま流れでいってね、で6回の表に、近藤そして今川の犠牲フライで、2点取って5対1になった時点ではねもうこのままスンといくかなと思ったんだけども、まあ、6回裏ね辰巳の犠牲フライで1点返したっていうところをねスタートにこう7回裏の一気に6点っていうところがね楽天的には一気にね持ち越して、まあ、日本ハム的には痛かったかなと、まあ、これ一番の問題ではね、まあ、岡島のホームラン、これはね岡島が、素晴らしい反対方向へねいい形のホームランっていうところだけども、次のねこの代打田中こう三振のところを振り逃げ、キャッチャー清水バッタ取りか、夏休みだから何簡単にブロッキングだろお前、誰に教えてもらったんや、山中さんそんな教え方するか、俺は見たことないけどね正直ね、あれ止めてたら勝ってたからね、しかも普通のプレーで、それでね振り逃げを許してね、でその後西川アウトに取って、で小深田ライト前で浅村アウトになるけども、島内がね、そこからで鈴木大地フォアボールで、ここで北浦にね宮西川かかるけども、まあ辰巳茂木が連続タイムリーで一気にね6点っていうねゲームが決まる、一つのミスがねこういったところで大きく試合を変えてしまうっていうね怖い試合でしたね。まあということで結果ね2勝1敗で楽天の勝ち越しっていうねというところになりました。さあ続いて、ソフトバンク対西武ね、29日2対5で西武、30日0対6で西武、31日4対2でソフトバンク、2勝1敗でね、西武の勝ち越しっていうところになりましたけども、29日ね、5対2で西武、ソフトバンク戦がね5回112球8安打10三振2四球5失点と、フォーム的には一時よりね非常に良くなって悪くはなかったんだけども、まあ、4回のね源田へのフォアボールっていうところが、非常に痛かったかなと。
まあ、西武はね、初回に山川の先制タイムリーでね非常にいい形で先制するも、ソフトバンクがねその後牧原のタイムリーツーベースで1点を返して、まあ、ここどうなるのかっていうね、今井対千賀の投げ合いで3回の裏にねこの柳田牧原がフォアボールでね2アウトながら 1,2 塁のチャンスを作って、グラシアルがねサードへの勝ち越しタイムリーツーベースをね打って、ここでね一気に行くかっていうね、まあ、これねサードウエンティングね足に当たって外野にめっちゃ転がっていくんだけど、あれ無理だ、あれは打球早すぎる鬼、まあ、あれ処理したらね処理したらすごいんだけども、あれ反応できなくても仕方ないぐらい打球早かったね。でその後もね2アウト2、3塁だけど、ここでもう1点取ってればっていうところはあるけどね、まあ、ここでしっかり逆転していくところで、まあ、4回にねオグレディがホームランを打って、鈴木翔平ねセンター前ヒットで、ここで外崎の時に牽制悪送球で2塁ね、でワンアウト2塁から現代のフォアボール、これ痛かったね。で森三振取るけども、山川になんと高めに浮いたカットボール、レフトスタンドへ勝ち越しホームラン、どすこーいグホームラン、ね、これでほぼほぼ試合がね、決まって、ソフトバンクとしてはフォアボールでね出塁させるのよ。今井がね6回124球3安打4三振6四球2失点と、3回まで5四球で、4回以降はね制球が落ち着いて立て直してきたっていうところはあるけども、まあ、初回もねフォアボール2個でチャンスを作りながら、まあ、牧原の1点止まりで、2回もフォアボールでランナー出すけども後続続かず、で3回もね、柳田牧原とフォアボール2個出すけどもグラシアルのタイムリーで1点止まりっていうね、ここでね、3回までに5個フォアボール出してるから、ここで2点よりも3点4点ってねいければっていうところだったけども、まあ、西武はねその後も、ね、7、8、9と本田平、水上と、リリーフがしっかり、ね、踏ん張り切って、しかもね今回ねあの後半戦から平を8回、ね、水上9回っていうところで、このベンチの柔軟性グッチ起用法ね、この固執することなくそこを柔軟性うまく回して、誰がどの配置にしたらいい形で勝つか、誰が9回とか誰が8回とか誰が7回とかね、もちろんこれうまくはまってればそのままの流れでね行った方がいいけど、はまらなかった時にそんなの断るのはねダメダメなの。まあちょっとね、しかもこのねあの西武の場合は増田が抑えで増田がいないっていうところでね、まあ、平も守護神経験あるけども、全員がそんな守護神じゃなくて今このね緊急事態的にやってるところだから、まあ、変えやすいっていうところはあるけどもね、まあ、ずっと守護神がいるっていうところはやっぱりねそこを信じてやらなきゃいけないところもあるからね、何でもかんでもダメだったからすぐ変えるわけにはいかないけども、このね辻監督の柔軟性のリリーフの編成は非常にグッドでしたね。で30日0対6で西武っていうところで、西武先発上田ね9回112球7安打5三振無四球無失点と、初完投初完封グーッとね、まあ、2球で必ずワンストライク取ってストライク先行で勝負して緩急つけてっていうところでは非常に素晴らしいピッチングね。これで兄弟ねパナソニックね、お兄ちゃんね都市対抗出れなかったけども、補強で出てね負けは しましたけどね、補強でいいピッチングしてましたね。弟東北口にいるんですよね、どうなるか与座三兄弟お楽しみに、はい、というところでね別に親戚でも何でもないんですけどプチ情報入れてきました。でソフトバンク先発大関ね2回3分の1 73球6安打1三振3四球4失点と、まあ、ストライクボールちょっとはっきりして変化球が高くてちょっと良さがね出なかったかなと。で西武はね1回2回4回に打つべき人がしっかりね打ってもうそつなくこう、ね、得点というところで、初回ね1番外崎が出て、まあ、ゲンダーアウトになるけども、森がフォアボールでワンアウト1、3塁から山川タイムリーのウネンティンタイムリーだから、やっぱ山川の次打つ人もねかなり大事になってくる。で、2回もね下位打線からジャンセンがツーベース打って、でオグレディ鈴木翔平倒れるけども外崎フォアボールだから、こういったところのフォアボールがねやっぱこの大関としては痛いよね。でその後ゲンダーにねタイムリーツーベースで、4回にも、ね、9番から鈴木翔平ヒットで出て外崎源田アウトになるけども森が、ね、タイムリーツーベースで山川がタイムリーヒットでね、打つべき人がしっかり打って、ね、ピッチャーがしっかり抑える、まあ、ソフトバンクはね強いて言えばもう初回、この強いて言えば初回のワンアウトからね川瀬ツーベース柳田ライト前ヒット、このワンアウト1、3塁デスバインで4、6、3ダブルプレー、ここ強いて言えば点取ってればもうちょっと状況がね変わった、与座が完封することもなかったし調子を上げることもなかった、強いて言えば初回だね、まあ、この攻防でね西武の6対0完封勝ちでございます。与座グッピッチ、ね、で31日4対2でソフトバンクっていうところで、西武はねいい形で先制するも5回以降この上位から下位とかねでチャンス作るも最後ね1本出ず、ね、下位から来た時に上位がね1本出ず、
上位からチャンス作った時は下位打線が1本出ずっていうちょっと絡みがね悪かったかなっていうね。で初回ねいい形で森がねタイムリーヒットを打って、おこれ3立てあるかなっていう、3立てじゃない、3立ては負けた方で使う言葉間違えてた、皆さんも気をつけて、3連勝するかなっていうところでね、こう2回ぐらいにねすぐデスパイネ、牧原、グラシアルがね3者連続ヒットでね、チャンスを作って、柳町がセンター前タイムリーヒットで、黒瀬の役がね、犠牲フライ、ここもねこのエースね、その黒瀬のね2ストライク目のスライダー、膝元のボール球で三振空振りさせて、同じ球で多分後ろにかたたかったと思うんだよね。だからもう一回開かったところを高めに浮いてね、でそこをね黒瀬がしっかりレフトへね、犠牲フライ、だからそこちょっともったいなかったね、演出的には。でも黒瀬もね追い込まれながらしっかりね、犠牲フライ打たれたっていうところでね、まあフルスイングするからね、やっぱこういうバッターがうまく成長していけば怖さ感じるねっていうね、ソフトバンク打線のね未来星っていうところですかね。で4回もね2点取られるんだけども、まあ、グラシアルにね甘めに入ったところをホームラン打たれて、その後柳町クロスがねフォアボールで、ワンアウト1塁から甲斐がねレフトへタイムリーツーベース打つんだけども、もうここももうフォアボールフォアボールで来てるから、最後もあの甲斐に対して打ち取るとかで苦手コース投げるっていうよりも、エンスがちゃんとストライク投げれる球をもう古賀もね選ぶしかなかったっていうところで、もうスライダー選択ね、でそこをしっかりね甲斐がコンパクトにね巻き込んでレフトにね、その前はねちょっと速くなりすぎてファール打ったんだけども、いい形でねタイミング合わせてツーベースっていうところは非常に頑張っているね。でコロナの影響でね離脱してた加山はね、藤井がしっかり帰ってきて、7回ね松本から変わってね、川瀬が源田森をしっかり抑えて、で8回ね藤井がしっかり3人で抑えて、で最後モイネロがね抑えるっていうところでは、非常にねコロナで帰ってきた選手っていうね、ちょっとねこの7月ねリリーフ陣の防御率を一気に下げちゃって、まあその離脱者が多いからね仕方ないんだけども、ちょっとリリーフが打ち込まれてバタバタしたところもあったけども、そういったところでねコロナが帰ってきて、ここが安定してくればね、ここから一気に8月構成いけるんじゃないのかっていうね。で西武もね増田がいない中で、この日もね森脇佐々木がね買いまたぎしながらしっかりね、終盤抑えたっていうね、4点で止めたっていうところでは、負けたけども非常にいい形のこの試合展開だったかなと。だから悪くない負け方で、しかもしっかり勝ち越すビジターでっていうところを考えるとね、西武の強さっていうのも引き立ったね、この31日敗戦試合だったんじゃないでしょうか。結果2勝1敗で西武の勝ち越しでした。さあ続いてロッテ対オリックスね、29日8対9でオリックス、30日4対6でオリックス、31日2対5でオリックス、オリックスの3連勝、ロッテ3立て、これ使い方これで負けた方に3立てっていうね、ところでオリックスがね3連勝っていうね、ところでロッテは痛い5位降格っていうね。で29日ね8対9でオリックス、風がね10メーター以上吹いて、打球結構伸びたねっていうね、それ入んのっていうところがね結構伸びたねっていうような試合でしたけども、オリックスは初回ね足立のセンター前で福田がライトへのツーベースで、先制するんだけども、これねライト角中ね、確かにゴロでフェンスまで行ったけども、あの角度であれで一塁ランナーをホームに返しちゃダメダメ、はいね。でその後ツーアウトになって杉本にねカーブをツーランホームラン、打たれてね、一気に初回にね3点取られて、うわこれこのまま行くかっていうところでね、1回の裏にね荻野がね先頭打者ホームラン、これでねおまだいけるかっていうところで、2回ね岡がデッドボール、ワンアウト1塁からエチャバリアのホームラン、これエチャバリアホームラン打った瞬間ホームランになると思わなかったね、上がりすぎかなって思ったけども、多分風でねぐんぐん伸びてホームランで、ここで同点ね。でその後ね、3回表に福田セカンド内野安打で、中川ね送りバントで、吉田が内野安打で杉本アウトになるけども、胸フォアボールでマッカーシー押し出しデッドボールバッと何やってんのっていうね、ここで勝ち越し。でもその後ね5回裏に足立ファンブレラバッとからのね高部のスリーランホームラン、これも伸びたね、風でもあると思う、打った瞬間抜けたなとは思ったけど入るなとはね思わなかったけども、ここをねしっかり打ってね、もうその後も打ち合いよ、6回表にはね吉田のまた押し出しっていうねピッチャー大野だ、この無駄な失点多すぎだね。でも6回裏にね松川がライト前タイムリーで、藤岡がね犠牲フライっていうところで、逆にねオリックスも黒木がねフォアボールフォアボールでランナーね貯めてしっかり返されるっていうところで、もうこの時点でね8対5、あもうこれは勝ったねっていう、まさかの大事件が9回表にね、オスナに代わってピッチャー増田が上がって、
ね、中川センター前、吉田フォアボールで、杉本になんとレフトスタンドにスリーランホームラン、杉本グッパッティ、ね、ここでね、俺が見てて一番疑問に思ったのがカーブホームラン打たれましたよね。しかも曲がり球いい感じで打ってますよね。でまた曲がり球最後選択して、そのでしかもこの打席も3球スライダー投げてるんだよね。でホームラン、え、打ち使わないんですかっていうね。初球ね、外の変化球空振りで、2球目もあのスライダー見逃してね、ツーストライク追い込んで、このツーストライクからインコースいけたでしょっていう勝負しなくても、でその後もう外にねストレートスライダーストレート投げて、でスリーボールツーストライクになってフォアボールで歩かせたくないっていうね、でスライダー曲がり球をストライクゾーン投げちゃって、もう初回と同じようなホームランを打たれるっていうね。学習しようキャッチャーね、これはちょっと失敗だね。やっぱり杉本インコース使わないと外オンリーじゃなかなか厳しいね。しかも今年ね杉本抑えてたのに、ちょっとこれロッテキラー復活かみたいなねところで、ロッテはね11回裏2アウト1塁でバッター菅野、ここでねビッグチャンスっていうところでね、なんとオリックスが内野守備5人外野2人ね、奇策に転じてね、で、まあ、結果的に言えばね菅野がね、あのレフト前ヒットっていうな、センター前ヒットっていう名のレフト前ヒットって、まあ、なぜならショートの右を抜けていったんだけども、そこにいたのはレフトっていうね、外野2人しかいなかったんです。で、あの本塁ね、二塁ランナー藤岡がアウトになるっていうところで、ここでね一番の重要なところを皆さん多分ね見逃してます。それ何かっていうと、センター福田がすね、セカンドベースの後ろぐらいにいて、センターラインを防いで内野5人になったんですよね。その時に一番起きたのが、スリーボールツーストライクから外野にヒットが抜けてホームでアウトになるかってみんな思うじゃないですか。でここで何が起きたかっていうと、ね、セカンドベースのすぐ後ろに福田が守ってると、でピッチャーの阿部、これがノーマークにしないでしっかり最後までセカンドランナーを見ながら投げる、それによって牽制が簡単にできる、なぜならセンターがすぐセカンドベースの後ろにいるからというところで、セカンドランナーは牽制あるかもって言って大きめのリードも取れない、そこからのスタートもできないっていうところで、リードは小さくスタートは遅く、でも3ボール2ストライクから走るっていうねところになって、走ってこのスタートをね遅らせたっていうのも、この守備5人の奇策の中で一番重要なポイントだったね。でレフトからね完璧にホーム投げてアウトっていうね、サヨナラのピンチを出してきたのが11回の表ね。まさかのまさかの記録上エラーは1個しかついてないけども、3つのミス三大祭りでございますロッテね。12回表ね、ワンアウト紅林がね三振してワンアウトになるけども、若月がねセンター前ヒット、太田のセカンドゴロね、4-6-3ダブルプレーで終わるところが、ショート藤岡がファースト悪送球で、ファーストランナー生き残りで、ダイソー小田が出てきてね、ピッチャーね広畑、この時にめちゃくちゃ素晴らしかったのが、4-6-3ダブルプレーのショート藤岡の冒頭をピッチャーの広畑がしっかりカバーして取るっていう、お前すごいな、ね、これは本当にね素晴らしかった。で次ねダイソー小田が出てきて牽制で飛び出したら、ファースト菅野がセカンドへ悪送球で、小田飛び出したのに盗塁成功、バットバッもう2人ね、藤岡と菅野バットバッと、で2アウト2塁になって、福田のセカンドゴロ、中村悪送球でタイムリーエラーバッと、嘘やろ三大祭り。しかもねこの時ね、そのセカンド1塁間寄りのねセカンドゴロ、中村暴投を掘るんだけども、キャッチャーはセカンドにランナーいるから、キャッチャーホームベース開けてカバーいけないんだよね。だからそのカバーいなくなるんだけど、ピッチャーの広畑がねしっかりそのセカンドからのファースト送球のカバーもいってんだよね。でこれ広畑が延長線上入ってんだけど、それよりもそれちゃったからカバーしきれなかったけど、広畑素晴らしいね。俺はもうねカバーが好きなのよ。だからこういったところも今いきなりできたわけじゃないのよ。多分その大学とか社会人でしっかりそういうねチームの規律っていうところを学んで自然になってきてるところでね、しっかりピッチャーとしてもその悪送球へのカバーを行って、藤岡のね悪送球もあれも取ったのもすごかったけどね、ファーストへ冒頭投げたのをピッチャーがしっかり取るっていうね。でそのセカンドゴロもね広畑がしっかりカバーに行ってね、そうやってピッチャーね投げることだけじゃないから、この、ね、負けがついて本当にあれだけども、そういったところをちゃんとやってるやつはね絶対頑張れるから、引き続きねそういうところはちゃんとやってもらいたいなと。ロッテはね完全に勝ちた試合を自滅で落とすっていうねバッドゲームでした。はい。
で30日ね、4対6でオリックスというところで、オリックス先発ね、初先発の東、4回3分の2、83球、7安打2四球、1デッドボール4失点の自責3というところでね、まあ、いい形で投げてたけど、やっぱ守備の責任もあるよね、5回途中降板、守備の責任もあるよね、はい、2回言いましたけども。で、これでね、起きたのが、まあ、勝ち投手、慣れたんちゃうかっていうところもあるけども、ロッテはね、2回裏にエチェバリアのね、センターへタイムリーツーベース、これもね、菅野のファーストゴロ、紅林、ファーストへ悪送球っていうところだけどもね、まあ確かにそうなんだけど、ここダブルプレーで終わってたんだけども、まず一番の問題はね、ファースト中川ね、取ってから3歩歩きすぎ、それによってショートのね、紅林がファーストへ慌てて投げたっていうところで、あれワンピースで投げたらもっと余裕を持ってダブルプレー取れてたんだよね。で、まずここでワンミスね。で、紅林、確かにね、低投したけども、ベースカバーに入った東、取れるっしょ、あれはね、正直。空いたところもね、自分のミスもある。紅林のエラーはついてるけどね。だからこれ3つのミスだね。あの中川のステップ多すぎ問題。で、紅林がちょっと低投しちゃった。で、東はそれを取る。最悪止めなきゃいけないっていうね。ところの、これ3ミスだね。紅林にだけエラーついてるけどね。まあ、ここで1点先制して、まあ、なんとかね、昨日の嫌な負け方を払拭するぞっていうところで、いい形の先制したけども、今4回にね、中川レフト前ヒット。で、吉田がね、レフト前ヒット。杉本アウトになるけども、宗がね、ヒットで満塁。で、ここで足立のピッチャーゴロね、ピッチャー小島。ね、合わせたかな。とりあえず、1点入って、その林の紅林にね、外のチェンジアップ。いい球だったけどね、紅林、グーヒット。ね、反対方向へ、いい形で合わせてね、一気に3点っていうね、大逆転劇。で、あれ、このまま行くのかなと思ったら、5回裏に、代打佐藤、セカンドへの内野安打だけども、これ、小フライ。足立取れたっしょ、バッとね。で、その後荻野のふわふわっていうね、あのライトライン上に杉本もね、ダイビングするけども取れず、で、ここで2アウトに3塁になって、高部がね、同点タイムリースリーベースで、その後2アウトになるけどもレアードがね、勝ち越しっていうところで、この逆転でそのまま行くかな流れ的にと思ったら、6回表ね、杉本レフト前で胸フォアボールで、足立がセカンドの間にワンアウト一三塁になって、ここもねバスターでいい感じになったけどね、よくあれセカンドに投げたね、中村もね。で、その後ピッチャー広田畑に代わってね、紅林初球ね、でライトへ犠牲フライ、ここできっちりいって、で、7回裏に杉本がねまたタイムリーヒットっていうところでね、勝ち越しっていうところで、まあ6対4でね逃げ切るっていうところだけども、まあ6回7回のこの杉本に対してそうなんですけど、あのま、そう、前日から曲がり球ばっかり打たれてるんだよね。で、なぜインコース使わないと。で、9回ね、ピッチャー森になって最後インコース投げて三振取ってんだけど、いや遅いんだよ言ってもっていうね、なんでもっと早くミーティングやってないんかっていうね、ところでね。あとはその3回裏ね、ロッテの攻撃ノーアウト一塁で中村バントしなかったんだよね。これ珍しいよね、井口さんいつもそういうところでバントするのにね。で、そこで中村で 5-5-3 ダブルプレーで安田がアウトなんて、ね、無得点。だからロッテとしてはこの3回裏1点も取れなかったのが結果的にね大きかったね。で、ロッテ先発小島ね、5回3分の1、94球、8安打3三振、1四球4失点と。だから小島はね、もうインコースのストレートが生命線なんだよ。そこに投げ切ってスライダーとかチェンジアップとか落として、このつけていく生命線、それなのに変化球主体でいったら良さ消えます。はい、続いて、31日、2対5でオリックスっていうところで、この日もね、本当に、まあ、結果論になるよ、終わってから言ってるからね。でも、まあ結果から考察するのも評論家解説者としての仕事だから、それは仕方ないからするけどもね、 1,2 戦目の反省ってしないんかなっていうね、ミーティングも含めて。ロッテはね、うちほとんど使わないんだよね、3連戦使うよ、それはゼロじゃないからね、あの単発、あのしつこく行くことない、単発で使うだけで、外行くと、で、外また打たれるの、なぜにっていうね、本当、あの疑問しか残らなかった、あのこの負け方にね。しかもこの試合もよ、初回荻野がね先頭打者ホームラン打って、2回にね、あの岡がスクイズね、ハウサー長もまあね、やっとバットに当ててカットして、その後ねタイムリーツーベース打って、いい形で2点ね進んでんのよ。で、3回、山橋福田中川にタイムリー打たれて、で、吉田のねゴロの間に1点で、杉本敬遠で歩かして、で、この宗のエチェバリアエラーバッと、守備1億円、守備は頑張ろうね、最近打つの調子よかったらおっと思ったけど守備も頑張る。で、ここミスで3対2になって、で、5回の表紅林にねセンター前タイムリーヒットっていうね、あので、8回、若月にホームランね、ほぼ打たれる外、どうなのっていうね。で、その中でね
5回裏この4対2から岡フォアボール 藤岡ねレフト前ヒットでここでノーアウト一塁で荻野がね 5-5-3 ダブルプレーになるけどもあバントしないんだっていうねいつもだったらバントするのにここがもう全部采配がね裏目に出てるっていうねでその後2アウト2塁から高部がねセカンドゴロ内野安打打つけども残暑山田ねそこにいた山梨っていうねしっかり三塁ランナー見て三塁に投げてね、藤岡オーバーランアウトバーッとこうちゃん出しすぎやろっていうもっと前に止めなきゃっていう藤岡は見えないからね仕方あれはもうねこうちゃんの問題バーッとねそういったところででその後ね7回にも岡のねショートライナーを一塁ランナー佐藤が戻れずっていうねいやいやあんなの楽勝でショートライナーやろっていうなんで止まって見てんねんっていうねバーッともうよくわかんないミス多すぎでしかもきっちりねオリックスはいいところで打ってあとなぜかロッテは外しか投げないでよくわかんない、配球で打たれまくるっていうね、ところでしたけどまあ全体的にはやっぱり初戦のね大逆転劇がねやっぱり痛かったかなとオリックスは逆にそれを生かしてねうまく3連勝オリックスとしてはナイスゲームでした、はい、さあ続いてセリーグ阪神対ヤクルト29日6対0で阪神30日7対3で阪神、1日2対4でヤクルトっていうところで29日ね6対0で阪神阪神先発西ね7回94球4安打3三振1四球無失点と、まあ、ストライク先行で勝負できて、まあ、コースね低さしっかりきっちり投げて、まあ、あれじゃなかなか長打っていうのはね難しいかなとでヤクルト先発岡はね4回73球7安打2三振1四球4失点と、まあ、西とは逆にね初回球高くて甘く入ってそこを打たれちゃってもったいないね本当あの初回だけだったやらかしちゃったのはねで阪神は初回ね長野ライト前島田ライト前近本ライト前タイムリーでここでダブルスチールキャッチャー投げられずっていうところだけどもノーアウト一塁でダブルスチールよっぽど自信がないと投げれんできないと思うんだけどもしかもキャッチャー投げられないぐらいナイススタートでこの見た時にスタートはねそこまで良くなかったんだよね別に投げる前に走ったわけじゃなくてだからよっぽど自信があったそのわけは何かあの時投げたの多分チェンジアップだと思うフォークかサインバレてるね完全に別にねバッターに伝達しなかったらセカンドランナーがサインを見てそれで盗塁するとかは別に全然 OK だからね何の違反でもルールでむしろ逆にやるべき俺足あったらもっとサンドできたけどねサインほぼ分かってたからその中で多分ねそのサインバレてたんだよねでそのチェンジアップのサインもしくはフォークっていうのが出たからこれは絶対ワンパンとか低めになるぞっていうところで多分走ったと思うそういったところではねグッと、ね、ナイス判断島田ねでその後佐藤アウトになるけども大山ねセンター前タイムリーで糸原ワンアウト一三塁からピッチャーゴロねこれダブルプレー崩れでいってんだけども小川がねちょっとグラブからボールがなかなか抜けなくてねぎこちなくなかなかセカンドに投げきれなかったっていうところの不運はあるけどもねで4回ぐらいねロドリゲスがホームランね外国人選手は来日した数が結構打つよっていうところでホームランで8回ぐらいね大山をホームランで糸原がね、レフトライトへツーベース打ってロドリゲスがアウトコースのカットボール結構いいコースだったのにレフトへねショートの頭の上グッとナイスタイムリーっていうところで、まあ、西がしっかり投げてバッターがねしっかり打つっていうで、まあ、初回のやっぱり3得点はね大きかったかなとヤクルトはね強いて言えば4回表点取れればっていうところで3対0で迎えてね4回表ワンアウトからね、山田で村上のところでねロドリゲスがエラーして、まあ、その後サンタナ中村がアウトになっちゃってね、まあ、ここ得点できなかったけども、まあ、全体的には打つ手なしかなっていうねで30日7対3で阪神っていうところで、ヤクルト先発ね大沢3回3分の2 86球、5安打6三振3四球1失デッドボール5失点と、まあ、立ち上がり良かったんだけども、まあ、4回にねちょっと真ん中に、入りすぎちゃったかなっていうねで阪神先発佐伯ね6回72球4安打3三振1四球2失点と、まあ、前半はねストレートで押して押して押してで2巡目以降からは変化球に切り替えて非常にこのね配球のバランス的にも良かったかなとで阪神はね4回裏一気にね、5得点を取って、まあ、この試合をね決定づけるっていうところで、まあ、島田がね、ツーベースで近本佐藤アウトになるけども大山フォアボールで糸原がねタイムリーやっぱこれね大山の次ねヤクルトは村上の次西武は山川の次そして阪神はこれ大山の次をねどうするかっていうところがね一番大事なところでこの糸原タイムリー、ね、でロドリゲスフォアボールで梅野はねタイムリーでこの佐伯のフォアボール痛かったねで中野島田とタイムリーで続いて一気に5点でしかもこの5回裏の、サトテルのホームランでロドリゲスのまだタイムリーツーベースでこれでもう勝負ありっていうね感じだったかなでヤクルトはねその中6回表にね村上がツーランホームランっていうねところで巻き返そうとするけどもやっぱり序盤のね失点がちょっと大きかったっていうところで7対3阪神の完勝で1日2対4でヤクルトの勝ちっていうところで阪神はもう完璧な試合展開ガンケルもめちゃくちゃ良かった
ね、6回72球3安打3三振無四球無失点とねいい形にいって、で、4回にね、近本里出がねヒットに続いて大山タイムリーで糸原の犠牲フライで1点取ってね、この2点もういい、これでもう逃げ切って完璧にいくかっていうところで、まあ、結果負けだからね言うと、強いて言えばこの5回裏ね、梅野のライト前でここで暴投を放って、ガンケルフォアボールでノーアウト一塁からのこの送りバント失敗するけども、村上の送球ミスとかありながらワンアウト一三塁チャンス作るけども後続ね続かないで1点取れなかったっていうね、強いて言えばここで1点でも取ってればって思うけども、もう村神様がやらかしちゃってやばいくらいに、でまあこのね7回のホームランピッチャーガンケルに代わってね渡辺ねワンポイントで入ってくるけども、あれをねレフトスタンそんな、まあ、高かったけどコースギリギリいっぱいぐらいだからね、そんな悪い球じゃない、むしろめちゃくちゃいい球、それを追い込まれてからコンパクトに振って、まあね、風レフトに吹いてたって言ってもよ、レフトにホームラン、さすがです。で9回ね、初球今度9回岩崎から同点のホームラン打つんだけども、ここもね俺は梅ちゃんの気持ちが痛いほどわかるね、さっき外をレフトに打たれたからうちも使わなきゃいけない、もしくはうちもあるよっていう見せなきゃいけない、外オンリーは難しい、でも外から入ってボールになっちゃうと行く、うちに行く機会なくなる、よし一番行きやすい初球うちから行こう、多分俺でも行くかもしんない、それを見事にライトスタンドに浜風あるのによ放り込む、えぐいなおい、俺は梅ちゃんの気持ちわかるよ。でそしてもう問題はね、ここまではもうすごい理解できる、これはもう村上えぐいから仕方ないのよ、策もないよ、考えてやってるよ、俺もその考え乗るよ、ね、だから悪くないよ、村上上行っただけよ、問題はここよ、阪神の、ね、11回表よ、まず青木の振り逃げ、ここ一体問題、振り逃げって、で2アウトになって1塁、村上よ、ここで問題なのはよ、ベンチワークよ、見れる人もう一回見て、梅野がね、ベンチめっちゃ見てんのよ最初っからね、気持ちわかるよ、どうすんの勝負歩かせるのもあるよね、もう次の5番サンタナいないもんね、渡辺だもんね、ホームラン危ないよね、ツーアウトだもんね、歩かせるのもありだよね、ツーアウト一塁とはいえね、でこの時にファーストランナー見てるんちゃうかっていう人いるけどもね、ファーストランナー代走のね山崎出てきたけど、まあ多少見るかもわかんないけどそんな見ないね、なぜなら走ったらバカだからね、あの走ったらねもう敬遠してくださいって言ってるようなもんじゃ、ヤクルト氏は敬遠されたくないのよ、村上で勝負決めたいわけよ、そして無駄に走ったら一塁あるからもうどうぞどうぞ申告敬遠ですってなっちゃうじゃんね、 100% 走らないわけよ、だからそこ見てる梅ちゃんベンチね、何の指示もなかったのかな、もしくは里崎チャンネル一番嫌いな広く池なのかな、わかんないよね、初球外高めにチェンジアップかなんか浮いてボールで2球目打ち入ってカットボール大きく膝元離れてボールね、ツーボールになりましたと、これはもう敬遠でしょう、多分クボクリン全員が思った、でも梅ちゃんずっとベンチ見てる、何の指示もなかったのかな、結果的に分かんないよ、俺はもうこれはもう相当あの結果検証の中でね、最後スライダーカーブ真ん中高め投げる方も投げる方だけどねえどうしたみたいな、でそれを見逃さずレフトへ勝ち越しツーラン、もうよっ Why って全てが謎、梅ちゃんにはベンチからの指示はしっかり言ってたのか、まずバッテリーはどんな気持ちでやったのか、なぜ最後あの球なのか、全てが謎です。一番すごいのは村上ビッググーからのスパイラルナイアガラ流星、全てです、やばいな結果だから、これ阪神がこれヤクルトが勝ったの非常に大きかったよ、この状況でね、阪神勝ってたらっていうところで、これでも阪神ヤクルトがね後半戦5部で勝率5割で今後行ったとしたら、阪神は2ヶ月で12回しか負けれないからね、残り試合12回、だから8月9月で6回ずつしか負けられないということは週2回負けたら終わりですっていうぐらいこの試合大きかった。この試合がまああんま変わんないんだけどね、勝ってたら14回負けれてたの、だから7勝なら入っていけたの、だから2敗減っちゃったの、この1個の負けでね、まあ、それがどう出るかっていうところだけどね、村上すごい、
ね、あと何が起きたんだあの11回表っていうところでしたね。結果2勝1敗でヤクルトの勝ち越しっていうねところになりましたね。さあ続いて広島対中日、29日0対9で中日、30日0対3で中日、31日5対6で中日、中日の3連勝ね、いうところで29日ね、0対9で中日、中日戦は高橋ね、7回3分の1、119、1安打7三振、1四球1デッドボール無失点と、まあ、8回3分の1までノーノーというところでね、どうなるかっていうところだけどもね、まあ、最後打たれて交代。広島先発大瀬良ね、3回58球7安打1三振無四球4失点と、もう阿部ビシエドに沈むっていうところでね、まあ、中日はもうビシエドが3ホーマーだからね、もう打ち出す、初回ね、ワンアウトから岡林ね、スリーベースで、阿部が犠牲フライ打って、ビシエドがね、レフトスタンドでホームラン、で3回、ね、阿部がツーベースで、ビシエドがね、左中間にツーラン、で8回、岡林がセンター前ヒットで出て、ツーアウト1塁からビシエドがツーランホームラン、で9回、ワールドピッチでいって、なんだけども、もう沈みます、ね、14安打です、9点、で高橋が完璧に抑える、それはもう無理です。でもここでね一番の問題というか、初回ね、スリーボールツーストライクからカーブをビシエドにホームランを打たれて、2打席目ね、3回に、カットボールでインコース狙ったところが低めに入ってホームラン、だからここ外打たれたから打ち行こうっていうところでね、甘めに入ってホームラン、で8回ね、松本、まっすぐストライク、ね、その後カーブね、ど真ん中に投げるっていうね、ワンストライク取ったからもうちょっと気にして投げようよっていうところはあったけどね、ビシエド、グホームラン、よく打ちました。で30日0対3で中日っていうところで、広島先発アンダーソン6回89、3安打3三振、3四球1デッドボール1失点と、まあ全体的にねストレートも変化球も高かったかなと、ただまっすぐ力あったから、まあここまで踏ん張ったのかなっていうところで、中日先発小笠原ね、7回118球4安打6三振3四球無失点と、まあストライク先行でしっかり投げ切れて、まあね連打も許さずっていうところでは非常にねグッピッチね。で5回ね、中日、新戦力のキューバでも、4番を打ってたっていうね、レビーラ、ね、高めに入ったカットボールをレフトへね、来日初安打が初ホームラン、ね、で7回ピッチャー中崎に代わってね、ツーアウトから辻田レフト前で、小笠原ライト前、ここが痛かったね、中崎はで、大島がねセンター前タイムリーっていうところで、しっかり下位からのねところを得点につなげて、で8回もねビシエドがセンター前で、木下送りバンドでレビーラがレフトへタイムリーっていうね、新戦力が完璧にねカットボールもホームラン打って、ツーシームもね、クリのツーシームも引っ張り込んで三塁線抜けるっていうね、だからまあ広島としては考えてやってんだけども、レビーラにねそれ全部上行かれたっていうね、これね阪神のロドリゲスと一緒で、プロ野球あるあるの最初は打つ打つあるあるっていうね、まあこれが続けばいいですけどね、どうなるのかっていうところは期待だね。中日はねもう完璧な試合展開、ピッチャー頑張ってね取れるところでしっかり取ってね、で広島はもうね打つでほぼなしです、チャンスなかった、連打なかったんでね、で31日、5対6で広島が負け、ね、中日勝ちっていうところで、広島はね、初回に秋山の犠牲フライで、まあ、いい形で先制してね、やっと得点、このカード初得点っていうねところだったけども、3回表にね岡林がタイムリーヒットを打って、で5回表にはビシエドがねまたまたタイムリーヒットっていうところだけども、カープはねもうこれね自滅です、正直ね。この5回もね、ワンアウトから大島がヒットを打って、こう大島盗塁するんだけども、キャッチャーね久しぶり登場のね白浜ですよね、頑張ってますよ、36歳よ、今年37歳ね、その中でめちゃくちゃナイススローだったのよ、それをショート小園がね落とさなかったらアウトなのに、ポロッと落として普通のとこだからね、で盗塁成功ね、でその後に阿部のサードゴロ、坂倉がファンブル、ね、でワンアウト、満塁になってビシエドがタイムリーヒットっていうところで、それはピッチャーもかわいそうっていうね。8回にもね後藤俊太ね、ピッチャー内野安打ね、まあ、エラーついてないけどもね、もたもたしすぎなんだよね森浦が、でフォアボール、岡林送りバント、阿部アウトになるけども、ビシエド記念者がねタイムリーっていうところで、まあ、ビシエドがグッドだよ、この試合もねビシエド4打数3安打3打点、木下4打数1安打1打点、レビーラ3打数1安打で、1番大島がね5打数3安打出塁するっていうね、打てない中日はよく打ってるっていうねところでは、まあ広島はやっぱり全体的にこの守備のミスっていうところがね、エラーつくつかないもあるけども、もうそれが失点にもろにつながってきてるから、もうほぼほぼ自滅だね。攻撃としてはね6回に菊池がホームラン、で7回裏にもね菊池が犠牲フライで、その後ね秋山の内野安打とかね、あのいい形で得点、9回でもね秋山の内野安打でね得点してる中でね、ミスで失点というところは非常にね痛い反省になってましたね。まあ結果ね中日の3連勝っていうね形になりましたね。さあということでね終わりですね、やばいね、巨人対 DeNA があったらこっからまた下げるから、
まさかの1時間20分コースあったね。まあでももう終わりです、はい、ということでベストナイン発表していきましょう。パリーグからピッチャー西武与座、初完投初完封。キャッチャーオリックス若月、4試合連続マルチ安打です。ファースト西武山川、ホームランプラス広角打法で追加点、はい、セカンド西武山崎アップルパンチ。サードオリックス宗、守備もグッドプレー。ショート楽天小深田、ナイスホームラン、パンチ力あるよ。レフト荻野、先頭打者で2ホームラン。センターオリックス福田、ね、後半戦、最多安打の3試合で7安打です。ライトオリックス杉本、ロッテキラー復活です。 DH 楽天島内、ゴロク、はい、何のゴロクがあるかは知りませんけども。リリーフオリックス比嘉、1勝1セーブ、グリリーフ。セリーグ中日ピッチャー高橋宏斗、あと5人でノーヒットノーラン、あと5人結構まだいる。キャッチャー阪神梅野、ベンチ見てたのにね、気持ちわかるよ、はい、ファースト中日ビシエド、7安打3ホームラン8打点もやばい、3試合しかしてないのに。セカンド阪神糸原、3試合連続打点。サードヤクルト村上ゴート、今シーズン初のゴート。ショート中日土田、近江高校滋賀県勢初の甲子園優勝狙ってるそうです、今年の甲子園。レフト阪神大山、もうマルチポジションどこでも大山出てきます。センター中日大島、ヒットメーカー。ライト広島野間、中部学院大学。リリーフは阪神湯浅、グッリリーフ、はい、ということで終わりです。明日からあんのかね、巨人阪神東京ドーム。あったらね、もうどんなメンツ出てくるか分かんないけども、阪神ボコボコにやってってください、はい、巨人ね、やるんすか、やるんすか、はい、これです、もしやるんすかです、あのハッシュタグやるんすかね、はい。DeNA 広島、 DeNA ファンの皆さん、カープね、ミスあるね、最後まで諦めずにちょっとリリーフもバタつく。カープの皆さん、 DeNA ね、どんな状態なんだろうね、やっちゃってください。でも DeNA もね、マジック対象チームだからね、負けられない。ヤクルト対中日、ヤクルトの皆さんね、ドラゴンズ土だね、岡林、この2人ちょっと気をつけようね。もう大島とかビエラとかもう打つわ、ビエラじゃない、ビシエド、ここ打つかもしれない。だから岡林と土田が打たしちゃうとちょっと回るからね、そう気をつけて。中日の皆さん、ヤクルトね、もう村上がゴートです。もうランナー一塁いても危なかったら敬遠しましょう。日本ハム対ソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、旭川です、ラーメン食べて頑張って。日本ハムの皆さん、ソフトバンクね、ちょっとグラシアルがね、打ち出してきてるからね、ちょっとここグラシアルでスパイネにちょっと打たれた流れ変わるからね、そこは気をつけて。楽天対ロッテ、楽天の皆さん、ロッテもう連敗できてますよ、叩き潰していくだけです。でも結局は荻野貴部ですからね、そこ気をつけて。ロッテの皆さん、楽天ね、ちょっと打線の周りがね、良くなってきてるんで、打ち合いになったら負けるんでね、しっかり投手戦で勝負していきましょう。西武対オリックス、オリックスの皆さん、西武ね、ちょっとこのね、1-2-3-4 の流れが良くなってきてるんでね、やっぱ山川の前にランナーを出さないようにして、ランナーなしの状態で山川と対峙していきましょうね。もう何かあったら敬遠しましょう、はい、西武の皆さん、オリックスね、ちょっといい感じになってきてるんでね、でも何気にキーマンはね、中川だから、中川ね、しっかり抑えていきましょう、はい、ということで終わりでーすね。皆さん夏休みに入ってきましたけどね、プロ野球もどうなっていくんでしょうかね、楽しんで、パリーグはね、混戦ですしね、楽しんでいきましょう。コロナにはね、気をつけて。一番の気になるのは、明日巨人対阪神は試合あるのかどうかっていうところです。さあ今週もプロ野球を楽しんでいきましょう。それではまた。